と体が消えた。こいつはオブジェクト変更か、模索じゃ。諦め、くそ、待ちやがれ。さようなら。畜生、逃がししねえぞ。バカどもポケットしてんじゃねえ。地面をえぐって連中を引っ張り出して。カリザ君、大変ですぞ。ああ、なんだってんだよアゾールド、こっちは忙しいんだ。てか奴らが逃げやがった。まだ遠くには行ってねえはずだ。てめえも召使いどもを出して。そんなことよりまずいのです。あ、まずいって何が。食事がまずいのです。この町のレストランが私のグルメな舌を侮辱いたしましたぞ。はあ、てめえふざけたこと言ってんじゃ。これは今すぐにでも口直しせねば、私の命に関わります。戻りましょう、カリザ君、我らが本拠地へ。バカバカバカ、戻るっつんならてめえ一人で戻れ。俺はあいつを、って、おい、転移アイテム起動してんじゃねえ、この豚野郎。シャトーブリアン。あ、事情はよくわかんないけど、連中帰ってくれたみたいだね。ラビリスタ様、助けてくださってありがとうございました。その上クレープまでご馳走してくれて、とってもお腹が空いちゃってたので大助かりですよ。はん、もぐもぐもぐ。なんのなんの。ところでどうかな、新作フレーバー、納豆生クリームクレープ。はい、ネバネバで甘くってベタベタしてて普通に美味しいです。本当に美味しいのかな。普通でございますね。明らかに普通のクレープには用いない具が入っているのですが。ネバネバ。あ、そういえばあのスライムたちいなくなっちゃってる？ミミたちが地面に落ちた時に剥がれたのかな？穴も掘らずに地面に落とせるとかすっごいいたずらだったよね。あれってクレープ屋さんがやったの？みそぎにもやり方教えてよ。ごめんね、あれは企業秘密なんだ。でも君が大きくなってもまだ落とし穴が作りたかったら、その時はもう一度聞きに来るといいよ。私たち何が起きたかさっぱりなんですけど、とにかくクレープ屋さんが助けてくれたんですね。ありがとうございます。さっきのムチの男の子や豚のおじさんってお兄ちゃんをいじめに来たの？まあ、おおむねそんな感じかな。本当は私の隠れ家まで逃げなくっちゃって思ってたんだけどね。諦めの早い相手でラッキーだったよ。主様、シェフィー様、目を離してしまって大変申し訳ありません。私、迷子紐の導入を真剣に検討いたします。それにミミちゃん、ミソギちゃん、キョウカちゃん、危険な目に遭わせちゃってごめんなさい。いいよいいよ、みんな無事だったんだしさ。ちょっとミソギ。あ、なんで引っ張るんだよ。
失礼しました。プリンセスユースティアナ様、王族の方に助けていただくなんて恐れ多く、光栄の至りと存じまして、ありがたく。そんなに改まらないでください。私言葉遣いとか全然気にしないので。京香ちゃんってば、その年で私より敬語が上手いです。賢くって可愛いですね。うりうり。じゃあ納豆くさまあこんな場所でほっぺたに生クリームつけながらじゃ礼儀作法もあったもんじゃないよね。それよりあの連中がレイジレギオンか。今回は小手調べって感じだったけど、思ってたよりだいぶ厄介かもしれないな。ラビリスタ様、彼らについて何かご存知なのですか？私もまだ調べ始めたばかりだよ。何らかの手段で願いを叶えるために彼らが行動を起こしているのは間違いないんだけど。カリザ君って子、誰かのルールに従わないで好きなように生きるんだとか言ってたよね。ランファ様は静かな世界を求めているとおっしゃっておりました。ですもレイジレギオンの行動ってこの町を攻撃することですか？この人のことはその邪魔になるから狙ってたみたいですけど。たとえ町を破壊し尽くしたところでランファ様たちの願いとやらが叶えられるとは思えません。今のところは本番のために準備をしている段階じゃないかな。料理でもさ、鍋を温めるためにはまず火を起こすでしょ。そうですね。薪を集め、鍋にお米と水を入れ、はじめちょろちょろなーかぱっぱでございます。うんうん、それと同じでさ、大きな儀式のためには鍋を温める段階が必要なわけだよ。おそらくレイジレギオンはこのランドソルを舞台として大きな魔法の儀式を行おうとしている。同時に複数の願いが叶うような前代未聞の大儀式をね。特に大規模な儀式を伴う魔法では場の状態を統一することは大前提なんだよ。ほらお祭りだって元はといえば祈祷の場だったりするでしょ。確かにお祭りって豊作を願ったり新年のお祝いだったりするものですよね。私の場合つい屋台巡りになっちゃいますけど。レイジレギオンの場合は残念ながら人々を楽しませるような祭りじゃなくて、この町を攻撃することで嘆きと悲しみに染まったマナを滞留させようとしているんだ。来るべき儀式の時の下準備としてね。祭り、そういえば最初カリザは町の復興式典の時に現れましたね。あれはただ単にクレジッタ様への嫌がらせではなく。うん、復興のために苦労している中での数少ない明るいイベント。そこに水を差されたらその場の人々を暗い気持ちにするには効果てきめんだろうね。まあ町と少年以外にも攻撃対象はあるみたいだけど、それはこの場では言わなくていいよね。ねえねえ、この話ってまだ続くのかな。私も服がベタベタで早くお風呂に入りたいけど。
あ、そうそう、シェフィーちゃんについても調べてみてるけど、残念ながらそっちはもっと成果なしだ。しばらく前に王族暗殺未遂があったのは確かだけど、マナが情報を握りつぶしてしまったみたいでね、実行犯の処置とかも痕跡がないんだよ。でも本当にシェフィーちゃんが暗殺者だったとして、あのマナが暗殺犯の人格と記憶だけを消し飛ばすなんて、そんな甘い処置で済ますとはちょっと考えづらいけど。カイザーインサイトから何らかの攻撃を受け、逃走中に今の赤子のようなシェフィー様になられたのでしょうか。たとえそうだとしても、ソルの塔から降ってきたことは謎のままですね。ちなみに少年の方は精神が対抗しているだけで、今の彼のコッコロちゃんと出会って以降の記憶はちゃんと残っているみたいだけど、シェフィーちゃんの方は記憶までまっさらみたいだ。もし何かの弾みで精神が元の彼女に戻っても、記憶喪失はそのままかもしれない。症状が違うのでしたら、現在ネネカ様たちが研究している主様の治療方法はシェフィー様には適用できないかもしれませんね。そういうことだね。そっちもちゃんと考えていかないとだ。それにしてもドラゴン族、ドラゴン族か。ミネルヴァの懲役の前はまだ試作段階のはずだったんだけどな。アバターデータが漏洩しちゃったのかな、それともハッキング、クッキング。あっちにいる間にその辺も調べておくんだったか。けど往復なんて今はとてもじゃないけどできないし。あっち、あっちってどっち？ああ、うん、あっちっていうのは私がやってきた故郷みたいなものかな。そしてそれは君たちの来た故郷でもあるんだよ。みそぎはこの町の生まれだよ。ミミたち来た場所はみんなバラバラだよね。ね、キョウカちゃん。うん、そうだよね。故郷。キョウカ？このお話と関係あるかわからないんですけど、時々自分について変な気持ちになることがあって。例えばどんな時に？お布団の中で本を読もうとした時とか、いつもそうしていたように寝転がって横を向いて本を読みたいのに、枕に耳がつぶれる感触がすごく気になって、そんな時ふと思うんです。どうして私の耳こんなに長くなっちゃったんだろうって。なにそれ、変な強化。エルフなんだから耳が長いのは生まれつきじゃん。そうなんだけど、そうなんだけど、あのラビリスタ様彼女たちを困らせるのはこれ以上はしないさ。ただ彼女たちがこの世界にほんのちょっとでも違和感を持つきっかけになれば十分さ。小さなところから一歩ずつってね。さて、それじゃ上に出ようか。長話に付き合わせてしまったお詫びに、みんなにクレープをご馳走してあげるよ。わーい。あんまり変なトッピングは
やめてくださいね。